どうも、しゅのじ、こじまじっくというわけでございまして、今回は東京都江東区にあります関東最大級の無印良品東京有明にお邪魔しております。よろしくお願いいたします。さあ、今回なんですが、無印良品のおすすめのキッチン用品をいろいろとご紹介していただけるということでございまして、非常に楽しみにしております。ありがとうございます。それでは参りましょう。こじまじっくチャンネルスタートです。水回りの汚れ用掃除シートとなっております。はい、こちらはどういった商品でしょうか。こちらは研磨剤不使用のザラザラしたシートで、コンロの焦げ付きだったりすごい汚れを落としてくれるシートになっています。これすごいのよ。例えば、ガスコンロの五徳とかって洗いにくいじゃないですか。これいいのはこうやってシート状になっているので、こう、ね、つまんでぐーっとこう洗えるっていうのは使いやすい。あとは洗面台の蛇口周りとかにもこのシート状のものがすっごい使いやすくて、水垢汚れって取れにくいじゃないですか。これきれいに取れる、このね、素材がね、こうちょっとこうザラザラしてるような感じがするので、シートタイプのこういうお掃除用品ってすごく。こちらはセルロースシートとなっております。水切りかごとかを置きたくない方にキッチンのところに置いていただいて、洗った食器などを置いていただいたり、吸水撥水が抜群の商品になっております。ちょっとした型紙とか段ボールみたいな感じに見えるかもしれないですけど、これがね、水に濡れるとものすごい吸水してくれるんですよ。だから大工とかね、あとうちは子供おるから、子供がバーッとこぼしてもさっとこれすっごい吸ってくれるんです。であとは植物由来のセルロースで作られてるということで、環境にも優しい。これちょっとね、一回使ったら手放せなくなりますよ。こちらは冷凍庫用の仕切り板となっております。これもよくできた商品でございまして、もう冷蔵庫、冷凍庫っていうのが手形収納ね、一目でどこに何があるか分かるように収納するためには、こういうのね、仕切り板がすごく、重宝するんですけど、これまではね、ブックスタンドとかをね、そういう風に使ってたんですけど、ついに無印さんがこういうものを出したということで、よくできているのがこの形状ね、こうやってなみなみなみってなってるので、これをこういう風にしてよくできるのがカチッとこうね、組み合わせがこうできる。カチッと今ね、でしょ。でこれでこういうふうにして、スライドができちゃうという、これで15センチ、最大 23.5 センチまで広げることができると。でこの高さが 14.5 センチですよということで、素晴らしいですよね。でこれ1個、これ150円からね。冷蔵庫内整理トレーとなっております。はい、これも比較的新しい商品ですよ ね、 そうですね、はい、冷蔵庫の奥の収納にとても便利で、取っ手がついているので奥に入れていただいてすぐに引き出しやすいというものになっています。はい、これね、奥行きが全部こういうふうにして30センチあるんですよ。意外と冷蔵庫って奥行きがあるから、奥のものを忘れてしまって食べ忘れにつながっている方案外いらっしゃったりするので、これだとこうね、こう引き出すことができるので、奥のものも取り出しやすくなると。例えばこの細い 7.5 センチのものだったら、ハムとかチーズとか、薄っぺらいものね、あとは小さい飲み物があるでしょ、ヤクルト、ああいうものをこう収納してもらったりするのに、ね、すごく重宝します。で、こちらのね、中の方、こちらの方は例えば、缶のね、飲み物とか、あとはドレッシングとかね、そういったものを収納するのにいいかなと思います。で一番大きいものは例えば納豆とか、あとお豆腐とかね、なんかを入れるのもいいかなと思います。でこれよくできているのが、横にスリットが入ってるんですよ。なので通気性能も抜群。これもね、やっぱり冷蔵庫収納では大切なポイントですよね。こちらはみじん切りチョッパーとなっております。はい、こちらの商品の特徴は、こちらはですね、引いていただくとご覧の通りみじん切りができるというものになっておりまして、玉ねぎだと約1個分、人参だと半分ぐらいの
量がみじん切りを1点できることができます。いいよね、これやっぱりみじん切りするの結構大変じゃないですか。あと玉ねぎだと胸も涙ボロボロになっちゃうから、これだと本当に素早くみじん切りができるというもので、5枚刃構造になってるから細かくみじん切りが素早くできますよという証拠になります。だからこれがこうなんかこうずれたりするの嫌でしょ。後ろ見てください、こうやって、これシリコン樹脂がついてるから滑りにくくなってる、こういうとこも素晴らしいんですよ。こちらはおろし器となっております。はい、こちらの商品の特徴は、こちらはまず軽くすりおろせるっていうのが一番特徴なんです。これ本当びっくりしますよね。あの本当力があのそんなに入れなくてもおろせるという、はい、やっぱりこの形状ですよね。これ横から見たら分かると思うんですけど、見てください、斜めになっているので力を入れずでも下ろしやすいという。でこうやって下ろしていくと、ここにちょっとね、はい、スペースがあるのでこの中にね下ろしていけるという。で、あとはこれ外すじゃないですか。これ見て、ここにちょっとくぼみがあるでしょ。これどういうことかというと、例えばボールの上に置いてもこういう風に置いてこう下ろせるから、こうずれにくいためのくぼみなんです。これもすごくない？ちょっとしたことなんですけど、よく考えられてるんですよね。両刃スライサーとなっております。はい、こちらの商品のポイントは、こちらはこっちの方向にも刃が付いているので、一回でですね、往復でスライスができるという形になっています。はい、時短につながっているということですね。もう一方通過だとこう結構大変だったりしますけど、はい、こういけますから、もう時間が半分になるということですね。ここもこうやってくぼみがこうついてるので、ボールの上なんかでもこうやってねやってもずれない。あとはこれね、こちらのおろし器のね、この上の部分を変えていただくと、これでこういうふうにして使えるという。よくない？これね、だからもうこのおろし器と両刃スライサーセットで持っておいてもらえるとめちゃくちゃ便利に使えると。こちらがアイスバーも作れる製氷器となっております。はい、もうこれ我が家にも必需品です。小さい子供がいましてですね、小学校に水筒を持っていくんですよ。で、水筒に入れる氷作るのめっちゃいい。これで、これね、シリコン製なんですよ。だから氷が取れやすいっていうのと、まあ、あとは商品名にもなってますアイスバーも作れる。これどういうことかというと、これね、上の方がこうやって穴がこうやって開いてるんですよ。ここに何を足すんでしたっけ。こちらですね、アイスバー用竹スティックというのもこれ。はい、これ竹スティック売ってるんですよ、無印さん。しかもこれ竹素材っていうのが素晴らしい。アイス作りたい、好きなジュースとかをね入れてもらって、こうやってをこうやってやりますよと。で、ここにこれをこう刺すだけ。すごくない？これ子供お喜びよ、これ。こちらはシリコーンの四角い氷製氷機とまん丸い氷製氷機となっております。はい、結構四角って言っても、あの尻つぼみになっている氷が多くて、これは本当に真四角のキューブ状の氷ができるので、あのグラスに入れるときにめちゃくちゃおしゃれ感あるんですよ。でこれシリコン製だからめちゃくちゃ氷が外しやすいっていうのもすごくいい。はい、そしてこちらのね、まん丸い氷もおしゃれじゃないですかね。でこれをどうやって作るかというと、こういうふうに軽くします。でここに水を、まあ、キューブ目ぐらいまで入れてもらって、でこれ蓋をこういうふうにするじゃないですか。して、最後仕上げでね、まあ上後なんかで細い先のものでここに水をね、足してもらって、いっぱいまで入れて水平に凍らせてもらうと、まあ見事なまん丸の氷ができるというものでございます。こちらがステンレス兼用フタとなっております。はい、こちらの商品のポイントは、こちらは収納しやすいようにできるだけ薄く平たくしている。そうなんです、これ薄いのよこれ。でね、ちゃんと箱にもこう見てください、できるだけ平たくしましたって書いてるんですよ。
鍋蓋ってね、収納しにくいんですけど、これは非常に収納しやすい厚さになってますよ。で、大きさの方が、こちらの小さい方が16センチから18センチってなってるんですけど、これ横で見てるのがね、これ分かります？だんだんってなってるでしょ？だんだん。だからサイズ違いのお鍋でも蓋、使っていただけますよっていうことで16センチ、18センチ。で、こちらの大きい方が20センチ、22センチっていうことで、これもこうやってね、だんだんってなってるから、こう鍋蓋をたくさん持ってらっしゃる方いるじゃないですか。でも、もっと収納しにくいから、これだと鍋蓋もね、少なく持つことができますよという商品で。ここがもうやっぱりこのデザインをね、すっきりとした素晴らしい美しいデザイン。はい、というわけでございまして、今回は無印良品のキッチングッズをいろいろとご紹介しましたけども、もう紹介したい商品が満載すぎて時間全然足りない、はい、ねえ、ほんまにキッチン用品ってそのキッチンアイテムもそうですし、そのキッチンアイテムを収納する収納用品も本当に無印さんのよく考えられてるから、どんどん紹介したくなります。ありがとうございます。嬉しいです。ねえ、本当素晴らしいです。はい、無印良品さんから何かお知らせございますか？はい、東京有明では公式 SNS で商品を紹介させていただいておりますので、そちらもチェックをお願いいたします。はい、概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひともチェックしてください。というわけでございまして、東京有明の大塚さんでございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、収納時コジマジックでした。ご視聴いただきありがとうございました。コジマジックの会社に片付けてほしいという方は、先着5組だけの季節限定キャンペーン、またはお得なお試しパックをご利用ください。片付け上手になりたいという方は、24時間いつでもどこでも受験可能な e ラーニング集権にチャレンジ。今すぐチャンネル登録をして概要欄をチェック。